CJ マカラムのピックアンドロールのプレーですね。まあ、一回ちょっと全部プレーを見てみましょう。で、こういうプレーですね。まずはマカラムがこれ、残り第3クォーター 31.6 秒85対78で負けてる状態ですね。でマカラムがボールを転がして、要はこう最後とも最後のシュートにしたいので転がしてる状態ですね。でこっち側行ってディフェンスの足の向き変えてます。体の向きこっちですね。でこの時にディフェンスのこの場所がディフェンスから死角になりますと。でそこからセンターがダッシュしてピックかけます。でその前に一回このディフェンスはこの時にポジションを確認しています。来るであろうと確認しています。でこの状態でマカラムのつま先とか体の向きはゴールの方向いてないんですよね。でどっちかっていうとここはもうリラックスしてる状態、リラックス状態、ディフェンスに殺気させないためにリラックスしてる状態で、その状態からダッシュをかけてきます。センターがダッシュをかけてきてでピック、ピックのかける直前になってマカラムがレディーの状態、行くよっていう、こう行くよって感じの状態。そうするとさっきまで構えてなかったディフェンスは構えますと。でスクリーンのこの白いライン上、これはスクリーンの足なんですけど、スクリーンのラインの足上の延長線上に右手のドリブルを落とす。自分の体はセンターのとこギリギリ、要はブラッシングってことですよね。でディフェンスはこの状態はアイスでここで守っている状態なので、ペイント守るためと、まあ、ここにもウィングコーナー、こっちのコーナーと立っている状態ですと。でここでドリブル、ここを落とす。落とした時に体の向きは、要はこのセンターのディフェンスの左手側に、多分このスロットポジションをアタック狙っている感じですよね。でディフェンスは予測しているので、こっちの足、左足を下げています。で右足が出ている状態で、これも左足に乗ってますよね。右足に乗ってない。でこの状態からマカランはここにボールを落とすと、ここの足が引いた状態になります。でそれに対してここのディフェンスが反応するんですけど、手が下がっている状態なので、そうですね、このディフェンス反応します。でもこのスペースまだ空いてます。で他の3人は外広がってます。スクリーナーはステイポジションしているっていう状態です。この状態、今もう一回見たい。この状態からマカラムはボールをディフェンスの手の状況も空いてるこの上の白いスペース、この白いスペースにボールを通して、こういう感じですね。で一歩でここまで行ってます。もう一回見ますね。この状態からここが空いてる状態ね、こうかけるんです。一歩でここまで行きました。ここディフェンス真ん中で、これディフェンスがもう後ろについている状態、要は背中取ってるんですよね。あ、ごめん、背中に背負ってる状態です、このディフェンダーので。本来ならば多分このままレイアップ行ってもいいんですけど、逆のスペースが空いてるんですよね。で体の使ってブロックして逆にレイアップ、こっちにレイアップで、ちゃんと狙ってるのでバンクショットが、
バンクショットがちゃんとここに当てられてる状態でレイアップを打ててますと。角度の高いシュート。もう一回一連見ますよ。立ち位置を意識して変えて、でチェック、ダッシュ、落とす、背中勝負、逆にレイアップ。もう一回。だこういう状態なんで、ただ単純にゴールを向かうっていうことじゃない、作業を、一つのプレーでかなり多くしてます。で、まあ、見てもらうと分かるんですけど、ピックをしてるとこのピックユーザーとスクリーナーのところに注目されがちですけど、ピックしてるときに周りのディフェンあオフェンスがこうちゃんとこう四隅を取って邪魔しない、しかもスリープドラインのこういうところに立ってるわけじゃなく、やっぱりこうサイドラインギリギリに立ってる状態、コーナーギリギリに立ってる状態だ、この状態を作れるようにしたいですよね。これ行ったレイアップ行った時点でもう戻ってるので、しかもディフェンス一人もう戻ってるオフェンスリバウンドにも入んない、戻ってる状態まで作ってるんで、まあ、次のプレーのディフェンスっていうことの接続までしっかりできてるなっていう印象のプレーです。